エータは一生怯えてるとか言って。やっぱ100じゃなくて200死ぬからな。エータはもう死んだ人みたいになってた。汗大丈夫かとか。間違いないよ。リスナーも死を意識したコメントしかしてないって。バカなんじゃないの本当に。バカなんじゃないあの人。リランちゃんにお別れ言ってるよ。バカ。バカなんだよ。今エータさんの配信リランちゃんいたとか言って。わけかマジで。あリランちゃんほんとごめん。俺さ1年前にさずっと幸せにするって言ったけどほんとごめん。今日死ぬかもしれない。バカタレってお前。バカタレってバカタレ。死ぬかつのお前。死ぬかつの。死ぬかつの。バカタレ。死ぬわけねえだろ。アホか。いや今がね一番キャンプで楽しい。 でも俺リアルに俺こっちに来たかったワンちゃんあったかいと思うんだけどな。リアルにちょっとエイダさんに多分テントの方があったかいよってちょっと教えてあげて。エイダのリスナー役ナルは脳内物質でじゃって興奮状態のだけらしいぞって。じゃあもう出さんかい。じゃあもう出して寝ろよ。じゃあもう出して寝ればいいじゃん。じゃあ出して寝ればいいじゃんね。じゃあねそんなのお前バキみたいなエンドルフィン出してお前動きがスローに見えるとかねできませんよ俺。できるかって。ええ戦争じゃないけどいや絶対大丈夫だって。俺だってせっかく2人で来たのにさ寂しいもん。シンプルに寂しいからさこっち来てくれた方がいいんだけどな。そう寂しいじゃんね。あゴースさんテントに呼ぶか。ゴースさん呼ぶか。そうしよう。そうしようっと。ちょっとだけ見てみようか。どうする？あのもうこのさ影越しにさなんかもうこうさこうなっててさもうなんかもうこんなんしてたらこうやってこれしたらこれどうするってこんなんのやり出してさ「おい!」みたいな「ちょいちょいやめろやめろ」みたいな「おい!」みたいな。俺開けれねえよ俺。開けれねえよ。下から忍び寄ってさバレないように言って何話してるか聞いてみるか。何話してるか聞いてみるか。それするか。それするか。それしようぜ。ナロウ来たら絶対ドア開けるなって言われてるぞ。何なのどんだけあっちの人俺のこと嫌いなわけ。どんだけ俺のこと嫌いなの。殺す気じゃん。もうなんかおいお前テント行くな死ぬぞっつって鳴尾来ても絶対開けるなとか言ってちょっと忍び寄るわ。忍び寄るわ。おい言うなって言うなって。あれだ多分あの霜があるやつだ。霜張ってるやつだ。霜張ってるやつだ。あまずコスさんのコースさんのテントやるか。あの無反応なんですけど。おめえ声全部聞こえてんだよ。
サイドに回るぞ、逆サイドに回れるぞ。満足満足。え？何？何が霊気だよ本当に。何が霊気だよ本当。唐辛子さん。ちょっと霊気漏れるからな。いやーね。すごいキャンプ楽しいわ。まあこっちにいる人もそうだし、あっちにいる人もそうなんだけど、あのくだらないことで喧嘩をするな、な、別にマジで小学生じゃないんだからさ。いや、あっちが悪いとかこっちがいいとかってことじゃなくて、あの俺ら親父なんだよ。親父がさ、いや、ナローの判断間違ってる、あいつはバカだ、お前は正しいとか、どっちでもいい、どっちでもいい。まああの、まあ俺が煽ったんだけど、まあくだらんことで喧嘩するな、な、別に俺とエイタさん何も持ってないから、リアルに。じゃあそんな感じで。